あ、そんなだったらちょっとしんどそうだからやっぱり先生より別の仕事を考えますっていうふうに思ったか、まあどちらでもみんなが決めることだからいいんですね。ただ先生という仕事っていうのはどの世界にも存在して、例えばサービス業をやっても、例えばメーカーで働いても、例えばなんか職人の世界入っても、先生という世界がいて自分は何かそこから学ぶことがあって、でやがて自分たちが今度は後輩を教えていく側になるから、先生という仕事は教職という世界だけのことではなくて、全ての世界にあるっていうことなんですね。でよく人生で目的を見つけなさいという言い方を、目的意識を持ってとか目的見つけなさいって言われて、何があなたはやりたいのってよく就職活動の前だと聞かれると思うんだけども、なかなか難しいよね、目的って。で僕はね、あんまり目的を探しなさいとか見つけなさいっていう言い方をしないようにしてるんです。それよりは先生を見つけてください、この先生に人生を教わろうという先生を探してくださいっていうふうに言ってるんです。でそうするとね、先生が見つかると目的って見つかってくるんですよ。僕はダンスをやってるんですが、僕はダンスを26の時に始めた時には巡り合えなかった。先生に巡り合えなくて、それから今の僕の先生に巡り合うまで15年かかってやっと巡り合えて、あ、こういう先生に僕は習いたかった。僕はダンスは好きだけど、でも先生に巡り合えない限りはできないんですよ。こういう教え方、こういう考え方の先生に巡り合えた。でこういう先生に習いたいと思って今も始めて5年になるんですけども、みんなも同じように自分が先生を探してるということも大事だし、それから今度は教える側の先生になっていかないといけない。で実は先生と生徒っていうのは上下関係ではなくて、その時その時の役割分担に過ぎなくて、ある時は先生は生徒から教わるんです。で先生と生徒っていうのは立場は実はどっちが教えてるかっていうことじゃなくて、先生は生徒に教えることによって自分が成長していくという。だから先生 どれだけ成長したら先生になれますかっていうと、それは何かある難点っていうのがあって、それを超えて先生になれるんじゃないんです。もう今からなれるんです。今この瞬間からみんなは先生になろうということはなれるんです。そういうふうに考えないと、ある何点取ったら先生になれますかっていうふうにしてると、その点数をクリアしたらもう勉強しなくなる、努力しなくなる、成長しなくなる。そんな先生は生徒からすると魅力を感じない、だから魅力を生徒から感じられるためには成長し続ける先生にならなきゃいけない。そのためには自分一人でも勉強しなければいけないし、先生としての勉強以外に人間としての勉強もしなければいけないし、生徒からも学ぶ。成長し続ける場所にいることが、みんなが何か仕事をこれから選ぼうとするときに大事なことで、教職を選ぶとしたらこの現場に行けば自分はもっと成長できる。生徒を伸ばしてやりたいのではなくて、自分を伸ばしていくためにその場所を選んでいく、また何かをしていくということが大事。その生徒を伸ばすためだったら自分はもうできてるから生徒を伸ばしてやるんだ、この考え方では生徒は絶対ついていきません。生徒の成長が自分の成長なんだ、生徒が成長するためには自分が成長しなければダメなんだっていう意識を持つ。これが人を教えるということ、つまり教えるということは学ぶということと全く同じなんです。教える側が気づかなければいけない、学ばなければいけない、あらゆることから学ぶ。先輩から学ぶだけじゃなくて、自分より年下とかもっと若い人からも学んでいく、子供からも学んでいく。勉強になりましたっていうことはこういうことなんですよ。この間映画見てて、会社でしくじって辞表を出した人が社長に辞表を持って行った時に、社長が「いいよ」って、勉強になったなって、勉強になったなっていうふうに言ってくれる。その時に「勉強になったな」って言った後、あといいこと言ったんだよね、お互いにって。つまり部下の失敗は上司の勉強でもあるということ、上司も次はどうしたらいいかっていうことが分かったということ。これは先生と生徒の関係でも同じ。教職に就くために何を勉強すればいいですか、どういうふうにすればいいですかっていうのを今日ずっと話を聞いてきたと。でこれをしたらいいということは実はなくて、別の言い方をすると全てやってることが、映画見に行くこと、本読むこと、音楽行くこと、コンビニ買い物行くこと、全てのことが勉強なんだ。街を歩いてるとベビーカーをしてるお母さんがいる。そのお母さんに対して自分は何ができるか、何をしてあげるか。こんな雨が降ってる中ベビーカーをしてる、大変。その大変なところで何ができるかっていうこと、そしたら全てのことが生かしていきます。だから全ての中に教職という職業が存在する、そうするとみんなのこれからの人生っていうのは変わってくると思います。このDVD をご覧になってる人も、僕がやっぱり子供の時に学園ドラマを見てあんな先生になりたいっていうふうに思いました。今僕は何をやってるんだろうか、職業は何ですかってよく聞かれていろんなことやってますけども、でもやっぱり子供の時に見た学園ドラマのあの先生をやってるんじゃないだろうかっていう気がします。物を作るということは素晴らしいこと、その物を作ることよりもっとその物を作っている人を作ること、人を作る、人を育てるっていうことが一番難しいけど最も価値ある仕事だと僕は思います。この大変だけど楽しいことをぜひみんなと一緒にまたやっていけたらなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。今日の講座を聞いてやっぱりもう一度自分が目指す教師像というものを作り直していきたいなと思いました。一からというよりは今日の話を聞いたり、そして今まで生きてきたこと、そして感じたこと、それをありのまままとめて伝えていくこと、そしてそれを形にしていくことがその理想とする私だけの教師像になっていくのかなという印象を得ました。日々の生活一つ一つ、経験一つ一つが教員になることにつながっているっていうのが一番印象に残りました。常に向上心を持ってさまざまな世界に目を向けていくことが大切だということを今日のお話を聞いて学びました。教員というのはいろいろ知っていなければならない、でその言葉で生徒が影響を受けて進路が変わるっていうことなので、いかに今日話されたことが重要なのだっていうことを改めて感じました。ちょっと今日の話を聞いて、絶対なりたい先生に絶対なりたいっていうそういうタイプに、移っていければいい、そのきっかけになればいいなというふうに自分自身では受け止めております。ありがとうございました。